どうも、しょうでーす。またアランウェイク続きやっていきます。前回はグダグダになってしまって申し訳ない。挽回するべく頑張りますもうどんどんグダグダになるっていうね。バリのためにサイロのドアを開けるという、ことでございますけれども、使う向こうにアンダーソン兄弟の家らしい。どこ向こうって、これか。おもやに向かうって言ってるんですよ。元ロックスターの兄弟から得た情報を信じることに不安はなかった。不安はなかった。あんなよピヨピヨのおじいちゃんたちでしょ。ピヨピヨの蹴る。これは何ですか。これなんか収穫機みたいな感じ、トラクター的なでかいやつ。いやー出てきそうだな。おいおい、なんだなんだなんだ。嘘だろだよ本当に。いや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 、痛い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 。それそれそれ、あかんだ。あかんやつだ。あかんやつ、あかんやつ。破壊するって言われましても、これ敵出てこないかちょっと確認しないと。いやーん、いやーん。ちょっと一匹ずつ丁寧に消していこう。おー、いるいる。よいしょ、はい、一人。よいしょよいしょ、オッケー。で、あれ壊すのどうすりゃいいんだ。発煙筒しかないのね。あ、やばいかも、ちょっと。危ない危ない危ない。おー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 、荒ぶってる荒ぶってる。バッテリーをセット。ちょっとね、敵が出てくると思うんだ。あ、いったー、横にいる。ちょっとグダグダ、もうグダグダになりそう。ちょっと待って、はい、ピンチピンチ、大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 ピンチ、あ、さよなら。壊れないのか、なかなか。そんなんじゃ壊れないよな。おー、ちょっとやばい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 。はい、はい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 、バンバン使ってくよ。よいしょ、よいしょ。痛い痛い痛い、マジかマジか、難しいなこれ。 LB を押して L も押さないと避けられないのね。はい、テイク3になります。発煙筒バンバン使って、やっていきたいと思います。発煙筒かける3を取る。よし、テイク3か。テイクいくつになっちゃうかな。もうまたグダグダの香りしかしないというね。さっきはこれ早く拾った、早く。アクセント、やばい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 、マジマジマジかよ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 。その勢いよく逃げていくのやめ。おおおお、もう全然役に立たない。多分ここ、おーっと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 、なに今の、なんか詰まって動けなくなっちゃった。もう死ぬ間際です、私。あれ壊さないと、ちょっとどうやったら壊せんのかな。ちょっと後ろも怖いし、もうもう無理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 。ちょ、どうしよう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 。危ない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 。ちょっとちょっと怖い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 。よいしょ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 。まあ雑魚敵倒、うわぁ、いっぱい現れた。ちょっとちょっと、やばい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 。よいしょ。いやぁ、逃げてった。ちょっと待って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 。よし、はい、お次はどうなった。やばいですよこれ。ちょっと時間かけてやっていきましょう。落ち着いてね。よいしょ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 。バッテリーセット。まずい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 、すぐ逃げてくのねこいつ。あれ壊すの大変だぞ、ちょっと。
もうちょっとさ、もう無尽蔵に湧いてくるのはやめようよ、ちょっと。ちょっとまずい。危ない。ライト使うと、あれなのかな？オッケー。なんかアイテムあんじゃないの？また見落としてるアイテムが。どっち来る。うわ、ほら、食らいやがれ。ちょっと待ってよ。ちょ、それはないよ、それは。痛い。なんか引きずられてる。ほら。まずい。死ぬ。こねろ。ちょっとやばい。ちょっと待って。よし。オッケー。全然効いてない。効果ないわ。多分あれ。効果あんのかあんなの。よいしょ。ほら。どこを狙えばいいんだ？オッケー、壊れた。よし。ふぅ、来たな。よし、まず一人目。よし。オッケー。さあ、ライトの無駄は使わないようにゆっくりとね。オッケー。まずこっちから。よし。ついついね、COD の癖でエイムボタン押しちゃうんですよね。申し訳ない。よし、OK。ふぅ。ちょっと待とうよ、もう。何人食ったよ。もう。一人だけっぽいね。めっちゃ硬いのかな、こいつ。ちょっと。これでじっくり当てていく？全然効果なさそうだけど、だいぶ。何にも効いてる素振りがないんだけど。あら、もう切れた。頭狙った方がいいのかな。なんか登場は豪華だったけど全然大したことはなかった。さあ、これで終わり？ちょっともう私武器がハンドガン一丁になっちゃいましたけど、さっきそういえばそこにあったやつまだ拾ってないんじゃないの？ほら、バッテリーと多分ね、室内のバッテリーも拾っておきましょう。あれ？あ、もう戻れないの？ひどいのね。こういうとこ入れないよね、多分ね。いや、うまくできてること。わかりましたよ。なんかそこ壊したからそこ行けってことでしょ、多分。次の道を開けるための敵だったってことね。特に何もないのかな、アイテムは。アイテムはなさそうですね。登る。いやー、もう毎回もうグダグダになっていくな。どんどん。降りる。よし。大丈夫なのか。敵が出てくる気満々って感じだけど。これは何これ。アラン、そこにいるのお前か。はい、私です。ああ、俺だ。待ってろ。調べる。鍵を探してくる。鍵がないのね。マリンのために鍵を探さなくては。いや、すごいね、なかなか。ハードコアになってきたよ、なかなか。もう弾がないので。お前文句言うね。よし、じゃあちょっととりあえずここから上に上がっていくの？ちょっと足りないよね。ここを蹴るって感じ？サイロの鍵を取る。はい。あと特にアイテムらしいものはない。ハンドガンしかないぞ。大丈夫か？また出てくると思うんだけど、敵の出てくるあのモヤモヤはないですね。え？
なので何カロリー消費したかな。何なのこの人は一体。はい、よし行こうぜ行こうぜって、何事もなかったかのようにまた戦闘を走り始める。ちょっと待ってよあんた、だいぶなのね。こいつは一緒に押さなきゃ無理だな。かなり重そうだ。はい、じゃあ押しましょう。え、あ、こっち側押すのね。はい、オッケー。なんか随分軽そうだったけど。農場が見えてきたぜ。さっきここで死闘やってたんだからさ、あんたが知らないうちに。まともじゃないぜ。まともじゃない。ここがオリジンって感じだよね。居心地満点だろってなんか楽勝な雰囲気醸し出してますけど、もう瀕死なんですけどいつも。ここも一瞬開けるって。はい、もう一回だ、やろうぜ。はい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 。チェーンソーが置いてあるよ。木に刺さってるけど。近接武器とかも使えると。お、何これ。オールドゴッツノウザティルス、古い神々が、真実を知っているって書いてありますね。ここが母屋。さあ、中が非常に、中に入りたくないけど入るしかないのね。でもバリーがいるってことは多分大丈夫だと思うんだ。ブレーカーはどこだ。お、入ってきた。入ってきたんだったら多分大丈夫だと思う。ブレーカーを探す。コーヒーポット、ちょっと明るすぎますね。ライトが目がチカチカするわ。これ何これ。あ、あのロケットね。コーヒーポット、何個あるのコーヒーポット。ブレーカーはトイレにあるんですけどね、よく。あ、ドラム、ギター、調べる。1階の電気は消えていたが、うん、ブレーカーを探せばつけられそうだった。なるほど。さて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 、いや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 、こっちは見た？あ、見たとこね。もうな、もう場所がさっぱりわからなくなった。ここは寝室？寝室にブレーカーはないから、多分2階か。そうなると上って書いてありますね、表示に。オールドゴッツノーザトゥルス、もう読めないですね、明るすぎて。ロックされてる。またギター。もうなんか目がチカチカする。原稿？原稿ね、はい。ここかな？あったブレーカー。こんなとこにあるんですね。なんか音楽が鳴り始めたぞ。またやばいな、これ。音楽カットしないと。で、ちょっと待ってください。失われた時間の真相。再びアリスの悲鳴が夜の静寂を破った。動画の音がなかったら、著作権に引っかかりそうだからってことでカットしてると思ってください。俺は過去の自分を追いかけた。酔いに任せた途方もない夢だが、うん、そこには真実が隠されていた。なるほど。アリスが消えた夜、これが全ての始まりだった。この人にとっての始まりがアリスが消えたってことね。消えた夜ね。今その謎が暴かれようとしていた。失われた1週間に何が起きたのか。そっか、キャビンにこの人たちが泊まってて、キャビンから奥さんがいなくなってから1週間後に目覚めたんですもんね。その今その謎が、じゃあ結構後半まで来てるってこと？でも結構難しくなってきたもんね。聞こえるか、アラン。あの曲。ああ、音源を探そう。あれがアンダーソン兄弟のメッセージなんだ。ああ、戦いがあったようだな。そうなの？イカれたランプおばさんだ。シンシアウィーバー。はい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 。ファインダーレディー。お、これはレコードを聞く。よくできてますねこれ。オリジナル曲なのかな。愛する者を解き放ったっていうのは魔女のキャビンの鍵が。そう、レディオブライトを探せって言ってますね。うん、これがあの人たちが歌ってんの？それで全然声が違うけど。シンシアウィーバーを探そう。今夜はここに泊まって、夜が明け次第街に戻る。なるほど。
なあアラン、朝までは長いし、ちょっと息抜きしようや。ちょうど酒もあるし。あの密造酒を飲むってこと？あ、そうだな。あ、そうだなって言って。なんだ今の流れは。アリスは、それは俺とはそれが合わないけどよ。酔っ払ってるってこと？絶対見つけようぜ。な、うん、お前がどんなに行かれてようが、俺は一生ついていく。なあ兄弟。はいはい、俺は作家だってんだ。旦那、その気になりゃ、はい、年に10冊は書ける。それもベストセラーだ。そりゃ無理だ。そりゃ無理だね。ああ、そうさ。でも、できるぜ。作家だからな。ああ。なんかビバリーヒルズ高校役所、あ、高校白書を思い出しますね。こいつのレシピを聞き出して、で、大儲けしてやろうぜ。この酒が出来がいいってことですもんね。アリスがいなきゃ。彼女じゃなきゃダメなんだ。なるほど。待ってるってやら。心配すんな。うまくいくさ。バリーは頭おかしくなったわけではないってことなのね。床でお休み？床で力尽きてる。ソファーまでたどり着けなかったんだろうね。これでも寝られないんだ。なんかちょっとキアヌ・リーブスっぽいよね。エピソード4長いな結構。おお、なんだなんだ。何やってんだ。ドライバーザーラ、ここか。なに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 。え、夢の中？キャビンへ向かうだって。あ、さっきのやつ？どこ？アリス、今行く。大丈夫だ、今行く。え、動かせないんですけど。途方もない夢だった。あ、夢なのね。真実が隠されていた。真実が隠されていた。潜在意識下に眠っていた記憶がアンダーソン兄弟の密造酒で蘇ったんだ。ああ、なるほど。これは記憶を辿ってるんですね。ブライトホールズに到着した夜だった。なるほど。アリスが消えた夜だ。真実を見届けるチャンスだった。はあ。あの時真っ暗なキャビンを見て驚いたのを思い出した。アリスが電気を消した。そうだね、怖いって言ってたもんね。アリス、アリス。うん。ここは覚えてなかったんだっけ？見てなかったんですもんね。あらあら、肝心なところ見逃しちゃってるよ。真っ暗な湖に沈んでいくアリスが見えた気がしたんだ。あ、もう落ちちゃったってこと？気がしたんだ。で飛び降りて。おぼろげな記憶の最後だった。いや、同じやん。その後、大破した車の中で目覚め、同じやん。最初の原稿を見つけるところまで飛んでいた。自分の後を追って、ミールだって。うん。あ、ここから先覚えてないってこと？アリスを、俺は溺れ死んだと思い込んだ。溺れ死んだと思い込んだ。あ、なるほど。いないから、息吸いに戻ってきたんですね。アリス、ジャガーがアリスを、そして俺を捕らえた。はいはい。アリス、アリス連れてかれちゃったってことね。で、どうすんの？罠だったのだ。罠だったんだ。ご覧なさい、窓に人影が見えない。窓に人影が見えない。窓の、きっとそうよ。窓に人影が見え、ああ、だからいる。闇の存在に触れられた俺は、うん、ジャガーの闇の存在の言いなりだった。もうちょっと近くで見させてほしかったけど。キャビンの中へ戻るだって。どこかしら。ほら、2階の書斎は。2階の書斎は、このおばちゃんがジャガーね。謝るのよアリス。もうすぐ何もかも元通り、何もかも元通りになる。2階に行く。なんか幽霊操ってるような感じですね。アリス、またおばちゃん出てきた。ここにはいない。はい、いるわけがない。いるわけがない。彼女は死んだの。溺れてね。溺れてねって言って。嘘だ嘘だ嘘だ。みんなあなたのせい。はいはい。あ、これで操ってる、操ろうとしてるのね。あなたの力になろうとした彼女を、あなたが殺した。私の言う通り、ま、あ、本当だ。望みを上げるんですね。私の言う通りすれば、ここなら
あなたが結末を変えられる。ああ、なるほどね。じゃあ書きなさいって。はいはいはい、なるほど。私が教えてあげる。こんなんで信じちゃうの。彼女を取り戻す。取り戻すのよ。あなたがそう書けば全が元に戻る。はい。アリスは人質で。なんでこんな喪服着てる、喪服みたいな着てるの。はい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 。なるほど。だからキャビンの中のあのこのテレビの様子はこれなのね。あ、ここだ。テレビに映ってるところここだ。お前。お前。俺が書いたんだ。じゃあ書かされたってことね。全て思い出した。闇の中で俺は書き説を。ジャガーが絶えずささやきかけ指示を出し、物語の中で確実に威力を増していった。アリスを救うためだと思っていた。じゃこの人の書く本にはあれなのね、力が宿ってるんだ。不思議な、それを利用したかったってこと。物語に脱出シーンを書き込んだ。脱出シーンを書き込んだ。この恐ろしいホラー小説が完結し、闇が全てを飲み込む前に、全員は遠く弱っていたが、はい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 、俺は彼を登場させ、その光が俺を救った。ああの、なるほどね。この声の主は全員ってことか。じゃあ原稿に書かれた通り、この光で君を解放しよう。そう、あれはすぐに気づき戻ってくる。はい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 。あれはバーバラの顔を盗む。なんだこの変な老いを刻んだ新はぁ、バーバラの、バーバラも盗ま、乗っ取られてるんですね。じゃあで、キャビンから脱出してっていうことなのね。俺は混乱し、あ、なるほど。恐怖と闇に蝕まれていた。俺は必死で逃げた。恐怖と闇に蝕まれていた。はい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 。なるほどね。キャビンでの1週間、あ、全員やられちゃったの。俺は衰弱しきっていた。それは飲まず食わず書いてんだもんね。そりゃそうだ。俺を逃がした大将に、この時には島があったってこと？よくわかんないんだけど。沈められた。だが、あ、なるほど。束の間闇の力は弱まり、俺は逃げ切ることができたのだ。はい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 。なるほどね。で、交通事故にあったってことか。はいはいはい。なるほど。俺が書いた。俺のせいだ。物語がちょっとつながりましたね。ならば大先生、お前のせいさ。なるほど。付けは払ってもらうぜ。付けは払ってもらうぜ。来たね、なんかケビン・スペイシーみたいだね。はい、またここでカットしますね。すいません、音が。いやー、なかなかよくできてますね。エピソード4の終わりこれ。ということで、ここで一回終わったので、今回はちょうどいいからここで切りますね。ということでまた次の動画で、お会いしましょう。失礼します。